ルフアレンジマッチプレー対決イエーイ、はい、皆さんこんにちは、ジュンです。はい、今回私は MC となりまして、これから登場する2人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決するので、ぜひ最後までご視聴、両選手の応援をよろしくお願いします。それではお願いします。お願いします。来てよ来てよ。お願いします。はい、おなじみの、はい、斉藤太選手、シングほのみ選手、ね、よろしくお願いします。これから2人には特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます。なお勝者には5万円の賞金が与えられます。敗者は0円です、まあ、そうですよね。そう、うん、今回賞金を提供してくださるのは、絵本でゴルフを広めたい合同会社おばけのゴルボ様でございます。おばけのゴルボ様、ご提供ありがとうございます。対決ルールを読み上げたいと思います。はい、いいですか。9ホールマッチプレー、勝ちホールのスコアによってポイントをゲットできます。ボギー以上が0点、パーが1ポイント、バーディーが2ポイント、イーグル5ポイント、アルバトロスホールインワン10ポイント。おすごいね。最終ホールの決着ついちゃうじゃないですか。ね、最終ホールのポイントはダブルアップ。9ホールの合計ポイントで勝敗を決めます。OK パットあり。お先にはなし。お先にはなし。お先にですね。そう、OK 出してくださいね。それではお二人よろしいでしょうか。はい。勝ったら5万円。負けたら0円。斉藤太選手と新宮ほのみ選手の対決でございます。よろしくお願いします。お願いします。対戦相手の印象と意気込みを。印象か。パターがうまいから、うん、強気だから、私も強気で攻めて。勝ちを狙って。はい。はい、頑張ります。はい、お願いします。お願いします。ほのちゃんはでも結構私の方が飛距離は出るんですけど、その分ディフルとかが上手いから隙がない感じです。うん、だけど、まあ、私の方が飛距離出る分ちょっとピタピタ痩せてバーディーチャンスつけて賞金をゲットで、はい、お願いします。お願いします。今回の会場は千葉県にあるグレンオックスカントリークラブでございます。アウトコースの9ホールを使用します。オナはほのみちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ではの、アイコン出します。1番ホール、324ヤードです。大丈夫、やべいです。やべいです。飛距離はね、タイちゃんの方が飛びますから、あのゼブラポールよりは左に寄っていきたい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スレスレ狙ってきましたけど、あ、こないだの私と一緒ですね。刻んだはずが。こないだの私と一緒ですよ。あ、行ったんですか。はい、私はそこに行きます。6番でいきます。
同じことしちゃった狙っていくそうです。125ヤード8番。ナイスパー、これは OK です。 OK です。おぎうまい。いや今ナイス、ちょっと一回気味だったかなと思いましたけどね、パターね。やばいかもって思ってたけど、ナイスパー、ナイスパー。飛びますね、やっぱり。うん、距離は負けない。距離は負けないですか。距離は負けるな。距離は負けない。振ってきますよ。え、振ってきますよ。お振ってたよ、負けないように。今振ってたよ。今振ってました。うん、振ってた。なんかピョンって跳ねた。珍しく私結構ポンって跳ねるの。何ヤード何番。174番です。うまい。うん、いや、あ、巻いてる。やばいから。ちょっと。あ、でも結構ですね。大きくね。大きいですかね。距離は、うん、でもいいかな。距
距離はいいのかな。いいかな。うん。いや。いや、私はつま先上がり苦手だから。156番です。カラーぐらいかな、笑っちゃった。え？うーんって音。私ちっちゃった。声の音じゃなかった。私が入ってた。これはピンチです。いやさっきの入れてるから。いやさラインが分かんなかったね今。悩んでたよね。ダフったん？いや思ったより転がんなかった。あ、なるほどね。ナイスパー。マリちゃんは、なんか今病気みたいだった。やばかったね今。病気出た。今めっちゃ開いたね。これいいね。嫌なのバレてしまったね。それはもう手の中からうつまにね、アリをいじめましたから。さっきの時、マジで4メートルからフリーパトル。どうしたタイちゃん。嫌ですね、パッタン。違ってないな。帰りに打って。今のは病気が出ましたね。出てましたよね。うん、ふわってちょっとね、うん、前の組との距離を確認してからティーショットたまにある。あります。スライスラインああいうことやっちゃう。結構スライスだね。私も今スライスだった。スライスだった。スライスだったね。ガチンと音してやっちゃうよね。一回やっちゃうとさ嫌だよね。うん、嫌だ。この後打ちたくなるね。もうね、うん、肩ね。Yeah.
ありがとう。ナイス。乗った乗った。ギリね。右だよね。ギリギリ行った。え、あの木打てなかった？木打てなかった。木邪魔か。そう。ドローしてたよとしたけどあんましなかった。じゃあ頑張って。夏バリです。やばいね、うん、嬉しい。まあ今3ホール終わったんですけど、途中経過発表したいと思います。シングル選手、はい、4ポイント斉藤選手4ポイントということで、4ポイントシングル選手がリードしております。結構差がついてしまいましたけど、斉藤選手どうですか？パターンめっちゃうまいです。おまだめっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃうまいです。私はちょっとここからね、頑張んないといけないですね。そうだね。取られまくってる。頑張って。頑張る。シング選手どうですか？このまま頑張りたいと思います。余裕です。余裕。余裕じゃない。選手、なんて言えばいいんですか？なんて言う？なんか気を緩まないように。緩まないように。気合入れていきたいと思う。おし。大丈夫。大丈夫かよ。大丈夫だし。